の！想像以上に彼女、戦い慣れてますね。でも、少しずつ私たちが押してます。うん。このまま行けば勝てるよ。みんな、もう一押し頑張ろう。多勢に無勢か。ワイルドハントが逃げるよ。追いかけなくちゃ。待てー。ソル、一人では危険だ。私も行く。待って、僕も。なんだろう、これ。さっきまでこんな箱なかったのに。あいつが落としたのかな？大丈夫？怪我はしてないみたいね。何があったのかお話できる？よしよし、もう大丈夫だよ。私がついてるからね。ボーロスさん、この子は私に任せて、マスターさんと一緒に幻獣を追ってください。わかった。その子をお願いね。マスター、行こう。マスター、さっきからソルとラートリーの匂いが全然しないんだ。二人は見当違いの方向へ走ってるみたい。二人と合流することもできるけど、どうする？このまま僕らだけで追う？わかった、二人で追うんだね。ならこっちだよ。待って、マスター。そこ、水路の隅にワイルドハントがいる。でもなんだか様子が変だね。ない、ない。一体どこに？さっきまでは間違いなく持ってたのに。何かを探してるみたい。あ、もしかして。マスターは少しここで待ってて。僕が話してくるから。ねえ君、もしかしてこの木箱を探してるの？お前はさっきの？なぜお前がその箱を？さっき戦ってた場所に落ちてたんだよ。その様子だと大事なものみたいだね。はい、どうぞ。一応礼は言っておく。その姿、お前も幻獣なのか？おう、違うよ。僕は幻獣と同化した神姫なんだ。幻獣と？なるほど。道理で私が苦戦するわけだ。ねえ、君はどうしてこんな悪いことをするの？なんだと？みんな君のせいで迷惑してるんだ。もうこんなことはやめてよ。迷惑してるだと？私がしてることは悪いことなんかじゃない。むしろお前たちの方が。え？僕らの方が悪いってこと？それってどういう。ごめんね、道を間違えちゃった。でもちゃんと追いついたよ。ワイルドハントも一緒か。もう追いついたのか。しつこい奴らだ。今度は水場を走っていったようだ。これでは匂いも消えてしまう。これ以上追うのは難しそうだね。ボーロスもお花もお水で使えなくなっちゃったし。
こうなると残してきたカリスたちが心配だ。すぐに引き返した方がいい。うん、ウォルス大丈夫？うん、痛かったけどもう大丈夫。雪解けの綺麗な水みたいだし、これ以上の悪影響はないと思う。さ、カリスのところへ戻ろう。それにしてもワイルドハントはどうしてこんなことを？